はい、今日も始まりました。ザ・ノイジーズです。どうもよろしくお願いします。はい。ということですね。まだね。今日はこの二人でいつもの大好きな映画、フェイスオフ語っていきたいと思います。よろしくお願いフェイスオフ。ということで、こちらがですね、ジョン・ウー。こちらが、香港からですね、アメリカのハリウッドに殴り込みを行って、多分3作目、ハードターゲットとブロークンアロー、その次、フェイスオフ。これでまた成功。その後、トム・クルーズと組んだ、ミッション・インポッシブル2までですね。こちらまで、ハリウッド映画の監督のスターダムをですね、のし上がってきた途中のところですね、こちらがね。なんすか、俺たちのベン・アフレックと組んだペイチェックはもう外されてるんですか、あそれこかは、ら。グーン、カクって。こちらですね、またもやもうこの癖が強い2人がですね、ボディースナッチアクションもんですよ。だからこれが、まあ、フェイススナッチかな、わかんないけど、ニコラス・ケイジと ジョン・トラボルタ、この2大アクションスターがですね、共演したという、もう超くどい映画になります。そもそもアクションスターじゃない2人ですいやいからや、ね、アクだっションスてターですよ。まあ1人は本当に凶悪な、もう本当に犯罪者、ニコラス・ケイジがやっていね。て、それをですね、ずっと逮捕しよう、捕まえようとしてるですね、これ捜査官、こちらをジョン・トラボルタがやっていて、まあ、ようやくね、念願かなってニコラス・ケイジの悪党を捕まえるんですけど、まあ、捕まる前に実はですね、ある場所に爆弾をですね、仕掛けてまして、細菌兵器も入ってる。で、そちらを捕まえたまま昏睡状態になってしまって、で、この場所がわからないっていうところですね、じゃあもうちょっと今最新技術でですね、もう顔をすげ替える。そちらでですね、ジョン・トラボルタの捜査官の顔にですね、これ一回フェイスオフしてですね、ニコラス・ケイジ、まあだから犯罪者の顔を移植して、それで場所を探り出そうっていうところで、まあ一番憎い相手、これもニコラス・ケイジの悪党にね、自分の最愛の息子を殺されてるっていう設定がありまして、で、そこから一番もう自分がもう虫唾が走るような憎い相手の顔をかぶってですね、そちらの場所を探り出そうとしていたらですね、実は、その昏睡状態でいた犯人、まあ、ニコラス・ケイジが目が覚めて、で、もともと自分の顔を奪われて、で、お互い、捕まえる、追われる側がですね、今回は立場が変わって、その中で、爆弾の騒ぎと、あと、自分の権力をですね、こうやって悪用して、ニコラス・ケイジがどんどん悪いことしていくんで、その、正体を暴いて、なんとか元の自分を取り戻そうと思って、二人がですね、クンズ・ホグレツ・大アクションという映画になってます。はい。まあ、非常にですね、シンプルでありながら映画を見てると、なんとなく、どっちがどっちかわからないような、なるような、結構混乱するような演出もそこかしこに丁寧に描かれている作品です。はい。で、ここまでですね、非常によく作り込まれた映画というような感じがするんですが、もともとニコラス・ケイジとですね、ジョン・トラボルタがどういう役柄を今までやってきたっていうことですね、よーく知っている人間はですね、顔がすげ変わって、キャラクターが変わったっていうような気が全くしないという映画になってます。はい。いや、一応やってましたよ、ニコラス・ケイジ。一応、葛藤とかね、葛藤とかね、トラボルタで、なんかあの顔になってうんざりだよみたいな演技とか、いや、俺がこうだったらこうはしねえみたいなことやってましたよ。あの娘とかね、奥さんに対する対処なしが、みたいなのも変わったことによって、お互いにやってましたよ。やってましたけど、基本顔芸じゃないですか、二人とも。言ったところで。そう、演技の見せどころがね、まあそうおっしゃったら本当尺がもうこれすごい長いよ、2時間超えてるよ長ね、もうね。いですね、長いですね。そびっくこりしちにゃっ加た。えて、さらにもともと2人がどういう人間なのか、まあ、ニコラス・ケイジの悪党はもう悪党なんで、ね、爆弾仕掛けたりね、聖歌隊の女の子の血統を掴んで、ふんがーってやってれば、あ、悪い人でちょっと頭いっちゃってるんだなって分かるんですけど、ちょっとね、ジョン・トラボルタの捜査官側がね、ちょっと尺が足んないんですよね、これね。結構なんかこういうね、引き締まったなんかやれてそうな顔してるんだけど、実は家に帰るとすごくなんかちょっと居場所がないみたいなところの悩みのところがね、実際顔をね、フェイスオフした後に初めてそこがしっかり映画から始めるんで、だけど、その説明に対してもともと持っている俺のこのジョン・トラボルタのイメージの方が強すぎるんですよね、これね。
だからこうタバコを吸って、ね、んってあれなんかパパ変わったって娘が急にねすごい主人公になって主人公やったんだけどなんかあれいつものトラボルだろうみたいな。いやだから言っていいですか、いつあのだから今言った通りあのそれ入れ替わった途端にいつものトラボルタというかまああれですよ、あのパルプフィクション以降のトラボルタに急にこうなるから、そうそうそう急にこうなるからいやいやいやそれ役作りかとかって思っていやまあもちろんねあのなんだ、だからそのパルプフィクション以降のトラボルタみんなあの役になっちゃってるから、ね、あのブロークンアローだろうなんだろうがブロークンアローで完全に刷り込まれちゃったからもうこのタバコの吸い方からライターの付け方から全部あれになっちゃってるから一概だ、もちろんこの人は多分求められてあれをやってるから、もちろんね、あの全然悪くないんですけど、ただそれはその入れ替わったとかどうこういうことじゃないでしょとかってあの、ね、さっきまでねあの女の子の受付でふんがーってやってたのはがあの人に見えないんだよ。だからそうそう、いやだからトラボルタだろ、トラボルタの悪役だろってなんかニコラス・ケイジはニコラス・ケイジで、だからそれはニコラス・ケイジだろいつものそうそうそう、あのねあの刑務所にねあの顔をすげ替わった後に犯罪者としてあのまあニコラス・ケイジ悪党のね弟がそこにも実は最初に収監されてるんだけど、はいはい、ここにあってあの俺はもうこの悪党なんだってこうやって振り切る時のあのこうやって久しぶりのこの歯をねちょっと突き出してクククククってやる顔がヴァンパイアキスの頃と全く変わってないのがねニコラス・ケイジがなんかだからいつものあの顔をするだけなんでいつものあの何一つ変わってないんですよ。だからそのあの役でいうあの人に変わったニコラス・ケイジじゃなくて、だからそれニコラス・ケイジだろってだからそこはないまあ俺の同世代のね、まあ、もちろんその公開当時の友達で行ったからあのもともとの2人だろこれっていうのねあのだからその入れ替わるとかそういう繊細なことはどうでもよくなるでしょあの途中っていうかもうまあいやまあ鼻から分かってましたけど、まあ、あのなんか 3D プリンターみたいな感じでピピピピってこうやってやれるんですよって言って、なんですげ替えるんですかみたいなところね、あの顔をわざわざ剥いでとかなんかだからその細胞再生技術っていうのは分かるけど、顔の皮を剥いで付け替えるっていうそのアイデアをそれで置き換えるにしてあんまりにもそのなんか強引すぎるからいやだからそのね弟に信用させるために顔を変えるっつって、もう弟は鼻からあれおかしいだろこのこいつっていう顔で見てるから一応ね、あの一回昏睡状態とか頭打ったからちょっと俺は最近朦朧としてるんだとは一応言ってるんだけど、だけどどう考えても弟頭いい感じだから見た目ね、もう多分あれなんかちょっと変わったなこの人みたいなとこはもう最初からねで言っていいですか、あのこの2人の周りの人がうますぎるんですよ。だからトラボルタの奥さんと娘役やってるあの2人にしろ、あのニコラス・ケイジ面倒見るあの息子の、ね、お父さんとか兄弟の人にしろ、うん、他の人がうまいから、他の人がいわゆるそう演技で見せる系のアクション映画のキャスティングをしてるんだよね、うんうん、主役のねこの2人がなんか別の人世界から来た人たちなんですよこれ。まあやりたいことは結局そのジョン・ウーアクションだから、別にそこは最初からだって気にしてなかったんじゃないですか、当時からその顔をすげ替えるとかっていうのは、ね、そういうところも含めて俺たちは好きだからね、なんかフェイスオフ、まあだけどあのもう最近こういう映画ばっか紹介してるんで何回も言いますけど、あの本当にあの映画にテーマ性とかですね整合性を求める人は絶対このフェイスオフは見ないでくださいこれはいや今ね本当二人でうじうじ言ったのはそこじゃなくて、そこが面白いからって話なんですよ。公開当時見た時はなんか荒い映画だなと思って、まあこういうこの二人だしと思ったけど、あのさっきね整合性とかそういうのを求める人は見ないでくださいって言うんだけど、これは本当にあの脚本とか演出に関してはかなり丁寧ですからね、これ言ってきますけど、一個一個はあのそこ二つを、あだまあそのこの二人を除けばちゃんとしてるんです。すごいしっかりしてる、ね、ちゃんとしてるんですよ。あの最初の冒頭からちゃんとしてるんです、うん、本当にあのすごいもうねこの二人がもともとの存在感がすごい強烈な人じゃないですか、うんうん、だから
そういうこともやりながら、癖だったりとか傷がここにありますとか、そこかしこで、うん、あのこの主人公の2人以外のところでもどっちが裏か表か右か左か分かんなくなるような演出って結構鏡使ったりとかして、うん、かなり最初からあの、はい、なんだろう、どっちがどっちなのってことに関してはなんかすごく迷う演出はすごいしてるね、うんうん、でこれが、うん、こうあの顔がすげ変わった後いきなりあの犯罪者の世界に放り込まれた捜査官っていうのと、捜査官のところに入った犯罪者っていうところで、それで周りが戸惑うところもものすごい丁寧なんですよ。うん、他にもっとね、ちょっと今いい例が浮かばないけど、いきなり人格が変わることで、なんか物事がうまくいく家族映画とかアクションもあるじゃないですか、なんか。同じ顔をしてるんだけど、中身が何らかの理由で変わってしまって、戸惑いながらなんか変わったあんたもいいなみたいな感じで急に奥さんと仲が良くなったりするような映画、うんうん、これもすごいしっかりやってるんですよ。なんか不良娘に関してもなんかいいパパじゃんみたいな感じで、なんかそこら辺の家族の問題に関して抱えてる問題もなんか中身がすげ変わったジョン・トラボルタのやり方によってなんかうまくいくような感じ、うん、で逆にニコラス・ケイジが、さっき言った兄弟女性と息子がいるんだけど、そこに関しても薄情なとこっていうのがやっぱ人情味があるその捜査官が中に行くことによって、うんうん、なんかもうしかも自分の息子がね、あの犯人の兄弟に倒れて失ったっていう設定もあるから、そこのところで、うん、もう自分の失ってしまった息子の姿を見て非常にあの2人を大切にしようっていうところがあって、それが逆にあの犯罪者に囲われてる女なんだけど、それが一番その人があの相手とか私の息子をどこまで守ってくれるかって、うん、そこが一番相手に求めてるってところもすごくよく出てきてて、うん、でなんかそこら辺はあの二人のね、この後ろにいる二人の演技以外のところは本当にぐーっとこの年になるとすごくね、あこれすごいしっかりしてるなって思うんだけど、だけどどうだお前っつって言って、お前を撃つぜってあのジョン・トラボルタがこうやって撃つと、なんかどうでもよくなってくるなみたいな感じのね、周りが繊細すぎてね、本当この人たちが台無しにするんですけど、いや台無しだこうね、さっきはねこの二人をバカみたいなこと言ってるけど、いやこれで成立してるからすごいですよ、すごいこの映画って本当に。そこら辺も含めて確かにこれは楽しいっていうのがね、中身が入れ替わってどっちがどっちかっていうのは、まあだけどこれも俺たちはもうジョン・トラボルタニコラス・ケイジみたいな感じに見てるんだけど、一応ね後半の最後のバトルになってくるとだんだんとね、そうは言っててもどっちがどっちなんだってことはね結構うまくやってんだよ、なんかね、うん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 、あのみんなが大好きなハードボイルド の病院のシーンみたいな感じで、あの時は、鏡じゃガラス、大きなガラスをね向かいにして打ち合うところとか、まあ、鏡になってで相手に向かってあの銃構えると自分の顔が映ってるっていうところに関しても非常にねぐる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 カメが回るところとか、だお互い自分に向かって撃つって演出に、だからハードターゲットで、あの壁越しにやってたあれをまたさらにね自分に向かって撃つってあれを1個入れてますからね。そう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 、ミッションインポッシブル2でこのね、あの本当にあのジョン・ウーのダンスのようなアクションとか頂点を極めるんだけど、そこのハリウッドの中のこれがプレ頂点だよね、これね、本当フェーズオフは、うん、もう本当に最初のところのジェット機のところの意味不明なね、あのもうとにかくド派手にすればいいっていうアクションとかね、カーチェイスと離陸寸前のジェット機みたい、小型ジェット機みたいなところもありながら、まあこの横弦でもね印象的に使われたけど、モーターボートのところで殴り合いしながら、モーターボートが陸にこうやってあのフルマックスのスピードでブーンって乗り上げて、2人ともボーンと飛んでいくところとか、巡視船だが貨物船に突っ込んでバラバラになるじゃないですか、うん、だからいるそれっていうのを、だからいるんですよ。もうボートのところもあのまあ言ってみればボートで追っかけっこしてアクションするっていうのもね、まあジョンもあの、うん、狼だっけ、あそこら辺とかでやってましたね、まあ向こうの映画でももちろんモーターボートのアクションって時代時代であったと思うんだけど、まああのーまあ、こうやっていろんな映像が撮れる時代で、まあ、明らかに映ってるなとかするのもあるんだけど、いや、この頃のジョン・ウーは本当にこれはもう、なんだろう、一番幸せな時期だよね、これ見ててもね。で、油も乗りに乗ってるし。お金もかけれるだけかけれたろうしね、本当にね。ね、あの、なんだかって言ったら、テロンテロンテロンってかって、ニコがね、あトム・クルーズがニコって言われてきて、ふさーって安く、あれはあれでものすごいんだけど、あそこよりもっと順当なアクションなんだよ、このフェイスオフって。だから、俺はその、ミッションインポッシブルは逆にあのトム・クルーズは、いやそれトラボルタじゃねえのとかってちょっとねちょっとですよ、このねそう向こうに渡ってからのものも含めて多分オーダーされたと思うんだよね、うん、
で、なおかつ トムの持っているちょっと恋愛やりたいとか、このスペインのなんかちょっとな曲が流れてるような感じをちょっとやりたいみたいな、そういうとこだと思うんだけどね、オーダーにやってね。あ、それからゆくゆくもちろんあのなるわけなんだけど、それあ、そっか、そこにそこにねそこにね、いや岸谷さんも金城さんもかっこよかったんですよ。かっこいいよ本当にね。公開当時よりあの深く味わった。これは本当にお金もかかってるし、しっかり作ってあるし、やっぱりやっぱ実際に撮ってるっていうのがね、いやそこだよね、やっぱ物が。うん、モーターボートアクションだってもう完全にリアリティで、ね、無視だからそうそうそう、ね、まあ何回か前にねマイケル・ベイとかやりましたけど、あの無駄なんですよ、うん、結局映画としてじゃないですよ、あのお話の筋としてそこいらねえだろっていうのをド派手にやるっていうのがやっぱりハリウッド映画だから、そこに辻褄やっぱいらないんですよ。だからなんでそこでわざわざジェット噴射がいるってそこで吹っ飛ばして気絶するとか、それ困る若いことはいいですよ。だからいやだけどさね、やっぱりちょっとこれはあれなんかジャッキーの映画から来てんのかなとかいろいろ思ってじゃんとかさ、あの風洞実験じゃないですか。急にあのね、あのアジア系 あの FBI の捜査官だからってなんでそこでカンフー急に回し蹴りが決まるとか、そういうことはどうでもいいんですよ。だからそこでミッションインポッシブル2ってね、本当にもっとお金かけて綺麗な映像なんだけど、まあ、うん、フェイスオフは可愛げがあるとこまで含めて本当に、うん、あ、やっとジョン・ウーが向こうのなんかあの大作家っていうか、まあ、大監督に肩並べたなっていうのが嬉しいさもね、うん、あったからね、うん、この時はね、本当当時この2人が上り調子だったじゃないですか、トラボルタ、うん、ニコラス・ケイジって、うん、急にアクションスターになっちゃったじゃないですか、ニコラス・ケイジはニコラス・ケイジで、うん、でトラボルタはもうパルプフィクションからまた復活だっつってバーッと上がってきて、で一番バジェットが上がった時でしょ、この2人当時多分ですけど、イケイケだもんね本当に。でその2人がねダブルスターの共演っつって、しかもアジアの男たちのバンカーのジョン・ウーガーっつって、うん、多分とか3人が3人とも一番マックスの時ですよね、乗りに乗ってる時だね本当にね、うんうん、敬意っていうか大好きな意味を含めてバカ映画なんですけど、まあ、うん、これはぜひね、あの噛めば噛むほどっていうか、一回見た人もあのもう一回ちょっとこれ見ていただければ、うん、こんなに丁寧に作っていたんだっていうところと、この二人のね相変わらずのちょっと破綻気味な演技、うん、まあこのあの非常にこの破綻してるんだけどいい感じのこのバランスの良さ、このね、あのいやもう本当記号だらけですからね。またやるそれっていう、はい来ました、はい来ました。それは別にこの二人だけじゃなくて、ジョンウーの鳩が飛ぶとかくるくる回って鉄砲撃つとか、それも含めて、はい来ました、はい来ましたが続くから、見た方もねもう一回見直すとまた違う発見もあるんじゃないですかね。いやあると思うね、年取ってから見るとまたね変わるから、顔のすげ替えもそうだし、うん、あのニコラス・ケイジ、ね、の顔になったトラボルタが投獄される、また刑務所が超 SF 刑務所になってますんで、そちらも超見どころです。これもなんかあの海に浮かぶアルカトラズみたいで、しかも電磁石で足がくっついて動けなくなる、暴れるとマグネットで足がガーンと拘束される、すごい刑務所になってますんで、すげえと思って壺に効きそうだなみたいな、いろいろ思いながらね、ちょっとあの見れる作品になってますんで、決してバカにしてるわけじゃない、大好きです本当にね、大好き、はい、大好き。今回は、ジョン・ウー監督、ジョン・トラボルタ、ニコラス・ケイジ、ダブル主演のフェイス・オフをですね、今回2人で語ってみました。はい、ということで、はい、こんな映画のことばっか喋ってますが、大変苦戦しております、はい、ですのでチャンネル、のこちらの登録、動画の高評価、はい、何卒よろしくお願いします。はい、どうもまた次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございます。コメントも待ってます。